どうも皆さん、こんにちは。ジョーです。今回はデコレーションの説明をしたいと思います。まずデコレーションとは何かとは思うのですけども、デコレーションとは村を飾りつける施設です。画面右下のデコレーションから購入することができます。デコレーションはいろいろな種類がありますが、最初は買える数が限られていて、ユーザーレベルを上げるごとにいろいろな種類のデコレーションが買えるようになります。ユーザーレベルは画面左上119と書いてある数字があるのがわかると思うんですけども、これがユーザーレベルになります。ユーザーレベルを上げるための経験値は、達成項目の達成報酬や襲撃によって相手のタウンホールを落としたりすると得ることができます。また他の入手方法として、防衛施設などの施設をアップグレードした時に得ることもできます。デコレーションはいろいろな種類があり、旗や花、松明や国旗、それに像などもあります。主な使用方法として、このようにちょっとかっこよく村を見せたいなという時に使ったりします。デコレーションの戦術的な使用方法として、このように施設の周りに置くことができます。相手のユニットはデコレーションを踏むことができず、デコレーションの手前からユニットを出した時、このデコレーションの隙間、合間合間から壁などに向かってユニットが向かいます。なのでデコレーションを敷き詰めておいておくと、あまり意味はないですが、ユニットが遠回りするので、ほんの少しだけ時間を稼ぐことができます。またデコレーションの上からユニットを出すことはできますが、クランの城は出せないので、襲撃相手のクランの城を出す場所を狭めることができます。デコレーションの説明は以上になります。それではまた次回、バイバイ。